西京予選の新富下駅の駅。何言ってんだよ。渡るんだよ。そんな事情があるならだから自分で渡って渡してやるよ。もう分かったんだよ。人間には2種類いる。土壇場で臆して動けなくなってしまう者と奮い立つ者。私はそのためだ。ダメなんだ。もうこうしてるだけでギリギリ精一杯なんだよ。でもカイジ君は違う。覚えるなよ。しっかりしろ。頼む。渡り切ったら新富下駅の駅前にあるパーラーオアシスというパチンコ屋で安田という偽名で働いてるヒロミに、西田ヒロミにこれを渡してやってくれ。ほら。早く早く、このまま行ってくれ。私に構わず。ほら。勝てよ勝て。人は勝たなきゃ嘘だ。私は敗れた。負けて本当に無意味な無駄な一生だった。そんな一生カイジ君が送っちゃダメなんだよ。勝て勝てカイジ。ほら早く行け。ほら無駄な一生なんてねえんだよ。